様々な土土とは物を打ち付けたり潰したりする工具の総称。英語からハンマーとも。漢字では打撃部分が木製のハンマーを土、打撃部分が金属製のハンマーをついと書く。金土はもっぱら、ついの方を意味する。手で持つ柄の部分とそれよりは重い頭部からなる。使い方は柄を持って振り、手この原理と完成で、 柄もしくはその軸線上を支点とした完成モーメントを与え、その頭部を対象物に叩きつけて力を加える。土は日本語の土の他に英語のハンマーという言葉もよく使用される。また大工や建築や機械工場、土木現場には仕事の道具として金髄や木槌などがある。それぞれ形状と用途が異なり、元能、トンカチ、殴り、ハンマー、 かけやなど様々な種類がある。戦闘に用いる戦闘や戦髄は中世によく使用された。これは鎧を着込んだ敵にも有効な打撃を与えやすいためである。通常は金属製の頭部で頑丈かつ頑強なものが多いが、モグラ叩きに用いられるような玩具には中に綿を詰めたものも存在する。髄は歴史が記録に残される以前より長く存在している。 おそらく人間が発明した最初の工具のうちの一つであろう。岩の打撃力を増やすために鶴で岩を棒に結ぶというアイデアが工具としてのハンマーの始まりである。ハンマーは必ずしも何か物を作ることのみに用いられたわけではなく、狩猟や戦いにも使用された。ハンマーは次第に頭部に岩が固定された最初のシンプルなタイプから変化していく。 頭部の材質が岩から金属に進化した最初のハンマーは金属を加工する仕事で鍛冶屋によって使われた。鍛冶屋がハンマーと金床とこで暮らしをより便利にする品物を作ることにより快適な社会を作り出したという人たちもいるくらいである。鋳物の,の釘を発明した古代ローマ人は釘抜きハンマーを使用していた。この工具は 釘を抜くときに柄に過大な力がかかって柄が外れることがしばしばあった。1840年にアメリカコネチカット州の鍛冶屋が先細りになった釘抜きの頭部が柄の方に向かって曲がっている釘抜きハンマーを作った。現在の形状のネイルハンマーである。今では多くの部品を加工するとき手作業で各部を製造する鍛冶屋作業に変わり、 それらを大量生産することができる機械が開発され、ハンマーは手作業専用の工具として使用されるようになった。史上初の土は、ボーリングのピンに似た形状で穀物を叩くのに使用されたが、寿命は短かった。その後柄をつけるようになり、頭部の材料に硬い木をつけるようになり、寿命が向上した。18世紀には、木枠の継手を止めるのに、大き槌が使われた。 単なる工具にとどまらず、強さと活力を力強く表現するシンボルとされることもある。木工用の釘抜き付きハンマーボールピンハンマーの、頭部先切り金追スレジハンマー突入訓練で、波状土を振るうアメリカ陸軍犯罪捜査コマンドの、局員立ちスライディングハンマー金追は、頭部もしくは全体が金属製の、追。代表的な用途は釘打ちである。 用途により多くの種類があり個別に名前がついている場合もある。頭部の材質は炭素工具鋼が多いが、銅、銅ベリリウム合金、鉛、ステンレスなど各種存在する。なお、別称のトンカチの名は、この金髄で釘打ちする際に出る音の擬音語に由来している。その構造や材質等が原因で水没しやすい工具の一つであり、泳げない人間のことを 本品になぞらえることがある。なお一般に、本品を含むハンマー類は、構造上、頭部に質量が集中するため、水没の際には、重い頭を下に、軽い柄を上にすることが多い。木槌議長、裁判官、競売人などの用いるガベル木槌は、頭部が木製のもの、対象物に傷をつけない目的で使用される。建築用に用いられるやや大ぶりなものは一般に、 家計屋と呼ばれ、や柱などの木材を打ち込む際に使われる。また、解体工事でも、土建重機が普及するまで在来木造家屋程度なら、家計屋でぶち壊した。機械工場で使用する場合は、フライス板、中栗板、平ら削り板等に取り付ける被作材に傷をつけないで、軽い打撃力を与える場合に使用する。木ハンマーは、他のハンマーと異なり頭部の角で相手を打つ。 質量が小さいので打撃力を一箇所に集中させるためである。木ハンマーの場合、頭部の柄を入れる穴が一方向のテーパとなっており、先の方から柄を打ち込む。この点は、くさびを打って木の柄を広げて、ハンマーの柄を止める他のハンマーと全く異なる取り付け方である。日本初期巻7、蛍光天皇期と文語国風土器には、 木槌がかつて武器として使われていたことを示唆する記述がある。慶光天皇12年10月の城として、熊祖神聖の途上現在の大分県別府市の辺りへ進駐した慶光天皇軍が巨大石窟に立てこもって天皇に従わない土雲らを皆殺しする下りがそれで、この時天皇軍の精鋭が武器として使ったのが付近にあった椿で作った土だったという。 弁慶の七つ、道具にも大土が含まれており、流木を刈り倒して地面に杭を打ち柵や兵を築く、築城ではもちろん、逆に敵側が築いた門扉や柵などを破壊する、公平機材として用いられ、半ば応急的に武器として振るわれることもあったと想像できる。その他の木槌の伝統的な用途としては、何らかの会場に一堂に集う一軍の者たちに、対して、 その代表者が歓喜を促したり、静粛を求めたり、集会の開始や終了を宣言するために叩く小槌が挙げられる。具体例を挙げるなら、参議院では、参議院議長が本会議開始の合図として使用する、木槌、オークション会場で主催者が、競りの終了を宣言するために叩く小槌、また、日本の法廷では使われないが、裁判長が、 出庭者などに不規則な発言を慎むよう求めたり、開閉制宣言をするために叩く小槌が知られている。プラスチックハンマーゴムハンマー頭部が、プラスチック製のものとゴム製のもの。叩く対象物に傷がつきにくいため、部品のはめ合わせや取り外しに使われることが多い。横槌いわゆる金槌は叩く部分の太い円柱に、対して殻の部分の細い円柱がその側面から出て、 両方の円柱の軸は垂直になる。これに対して叩く部分の底面から柄が伸びており、両者の軸が同一直線に乗るものを横土という。単に土といえば、これを指したこともある。木製でバラを叩いて繊維をほぐしたりするのに用いた。通常の髄に比べ、視点から打点までの距離が短くなるため打撃力は弱い反面、コントロール性で勝る。 土の子が土に煮るというのもこれである。絹田もこの一種である。土木用具としてタコと呼ばれる大型の横土がある。丸太を切り出した土頭を取り巻くように4本の長居がついており、複数人でもって地面に打ち付けて土を締め固める作業に使用する。路盤整備の他地区の造営など過去には広く使用された。現在ではほとんど機械化されているが、 土俵の設営や維持補充でその姿を見ることができる。タコの名前は上下にひっくり返すと頭から長い触手を生やした姿に似ていることにちなむ。漢字の意味、ついと、土ビトルトリプチンスキ、ネジと、ネジ回し、カスガイマサコ役、株式会社早川書房、2003年10月31日ご飯、発行、1719ページ。ビートルドリプチンスキー。 ワングッドターン、ハットトーマスズットン、ザ・ハンドツールズマニュアル P133、2007年、発行、TSTC パブリッシング ISBN978 から1から93万4302から36から1、ハンス・ビーダーマン、図説世界シンボル辞典2015年、ISBN978 から4から896941890、用語集。 技術支援センター。茨城工業高等専門学校。2009年7月31日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年4月22日閲覧。デジタル大事船。トンカチからコトバンク。2019年4月25日閲覧。古言由来時点 ABC。DIY 工具選びと使い方2008年11月1日。発行。夏目社 作業工具の使い方2002年8月25日13版発行大河出版 DIY 道具の便利帳2010年9月11日初版発行大泉書店法廷画家のお仕事法廷雑学 yoshitakeaworks.com2020 年12月8日閲覧弁護士 吉成康友のブログ2011年4月17日22時48分8秒デジタル大事選横槌から言葉んく2011年4月23日閲覧ありがとうございます